はい、ラピッ TV です。火星の不思議な場所シリーズ最終回、今日はね、不思議な光をローバーが撮影しているのが発見されました。そちらを見ていきたいと思います。早速始めますね。まず写真からお見せします。こちらです。この地面から吹き出したような謎の光、これは果たして何でしょう。皆さんと一緒に最終回こちら検証していきたいと思います。次の写真が拡大した 500% に拡大した光です。こういった感じで下からガスが噴き出しているのか、それともこの謎の光、縦に光ってますよね。果たしてこれは何でしょう。分かる方は下のコメント欄ね、ぜひコメントください。またこちらの概要リンク、写真すぐ見れるように貼っときますんで、そちらのリンクから飛んであなたの目で確かめてみてください。次の写真です。最大に拡大したところの写真となります。下からね、真ん中にピーッと明るい光があって、その周りがこういった感じで、まあ、ちょっと言いますとろうそくの光と言いますかね、もっと強い光がこの辺から、まあ、地下から吹き出しているといった感じで、炎には見えませんので、光の強烈なやつが下から出てるといった、これは果たして何でしょう。火星の知的生命体が地下にいて、私たち地球人がね、火星に勝手に来て探査を始めたんで、自分たちはここにいるぞといったものを示しているのでしょうか。不思議なことが起こってますよね。探査者に何かの自分たちの存在を伝えているかのようにも見えます。次の写真です。はい、これです。そしてこれが、まあ、ちょっとカメラを引いたところの、こういった山のね、尾根の部分のこの部分に光が見えております。これですね、まあ、自然現象、まあ、地球上では白縫いとか海に現れる幻のこう明かりがありますけど、それとは違って陸地に現れている不思議な光となります。これですね、はい、また別角度から見せております。はい、引いたところです。でこのリンクにね飛びますんで、最後まで一緒に見てください。ではリンクに行きます。これがそのNASA の正式公式サイトの写真、ソル589の写真となります。どこにあるかと言いますと、ゆっくり上げていきます。はい、見えてきました。もうお分かりでしょうか。写真の原水ではね、 100% ではこういった小さくしか写っておりませんが、これを拡大していくと先ほどの写真になります。では拡大します。 200%、110%、125% です。 150% 見えてきましたよね。そして175%、そして200%、そして250%、そして300%。300で一度止めます。はい、これが300の写真です。左に振ります。全体的な地形を見るために、はい、一番右いっぱいまで振って、こちらには何もそういった光は映っておりません。そして左にずっと行くと、これですね、今中心に見えております、これ幻の光、これがローバーに搭載されたカメラが捉えた映像となります。ソル589の映像をお見せしております。さらに拡大します。400、500です。はい、これが500%の映像となります。これをね、さらに私が先ほどお見せしたのがこちらになります。最大に拡大したのは、はい、この映像となります。切り替えますよ。これが500%、そしてさらにこれを拡大したものがこれになります。果たして皆さん、これは何と思いますか。さらに拡大してみます。最大までできる限り、
はい、これがその光となります。神秘的ですよね。ここまで拡大してこんな光、果たして火星で地下から光っているこの光、果たして何を表しているのでしょうか。あなたもその目で確かめてください。もう一度確認のために拡大しました。そしてその場所切り替えます。これです。そしてこれです。はい、こういった具合になります。火星で見つけた不思議な場所シリーズ、今日はこちら、謎の光が老婆が撮った写真に映り込んでいるといった不思議なものを今日はご紹介しました。そういったわけで、また新しい情報がありましたらお伝えしたいと思います。最後にこれを弾いて終わりたいと思います。こういった感じのロケーションに、こういった光が地下から光っているといったものになります。果たしてこれはガスなのか、それとも何なのか、温泉なのか、そういったところ分かりませんよね。吹き出すところがありますよね。はい、そういったわけで皆さんぜひコメントください。この写真見れるように下の概要欄に貼っときますので、また不思議な場所見つかりましたらご紹介したいと思います。今日は火星で見つけた不思議な地下から吹き出す光をご紹介しました。ではまたです。さようなら。ラピ TV でした。